髪型はまだ緊張。なんか私お仕事なんかほぼほぼ出てるけど、なんかあんまり言わない派なんですけど、なんか監督さんとかに聞いたら全然もう新聞とかに映画出ますって、出演メンバーダブル主演この方ですって出てるから全然配信で言っていいよとのことなので、全然それで言ってあのファンの方のその映画の期待値をどんどん一緒に上げていこうみたいな感じでということで言っていいらしいです映画っていうのを昨日知った昨日知りました。昨日言われた、そうマネージャーさんが、あ、南さんに言うの忘れてたって言ってなので映画の撮影でお泊まり中、みちとマネージャーさんと3人で同じ部屋、でもすごいあんまり電波が良くなくて、私の機種は1本とか2本しかいつも電波立たなく、たまに喧嘩になる時あるから、それで結構メールとか SNS が大変だったり気がする、大変だったりする。夜は絶対多分配信ができないと思うので、私は昨日からもう現場に入ってます。そんなそうってなので15分しかできないんですけど、15分経ったら教えていただけると助かりやす。なんか人にメイクされるのあんまなかなかないから、そうメイクする人が違うだけでお顔が変わるんだなと思ってすごい新鮮。頑張る、ありがとう。さっきフラワーシャワー投げてくれたしね可愛いも言っていただけたから、今から衣装が届いて髪型もやってっていう感じですね。そうね、結構メイクのするやつも監督さんとかに結構メイクさんが聞いてたりして、そう虫が多い、なんか虫無理なんですけど、あまりにも多すぎたらなんかちっちゃいの穴普通にいけるようになる。酒蔵ですよね。酒蔵です。私も酒蔵って呼んでた。酒蔵の娘です。見つけた、眠てー。そう、虫どころじゃない。緊張するね。眠たい眠たい。なんかでも眠たいって思えるのってある意味気持ちに余裕があるよね。寝たんだけどな、ちゃんと。人にしてもらったアイラインってすごい綺麗。頑張ろう、頑張ろう。
キャンバル、お、あんまりなんかほぼほぼゲリラだったのにありがとうございます。しかも平日だよね、すごい微妙な時間平日のこの時間にするのはすごい微妙な時間よく皆さんあの逆に見れてるな すごい。あ、家を出る直前、なるほど、日焼け止め塗らなきゃ。あ、ちょうど仕事が休憩、なるほどね、そういった偶然もあるんだね。配達中、なるほど、休み、なるほど。あ、みーちゃんの配信のおかげで遅刻せずに済みそう。起きたの？今夜の配信で起きたの？そんな、そんな役に立てているとは。偶然、偶然が偶然を、ん？偶然が、ん？もういいや一応ね、あのツイッターのフリートにもメール今送っても多分すぐ届かんから、ツイッターのフリートに今からちょっと配信するみたいなこと一応書いといた、書いといた。で、結構今日が本当にドタバタなので、撮影とかも含めていろんなことがあって結構バタバタしちゃうので、配信次いつできるかわかんないんですけど、まああの16日の水曜日までに、あの私瀬戸宗を一緒に聞こうの会をしなきゃいけないのでそれまでには会えるはずです、会えるはず。マイトーン、あ、そう、必然って言いたかった。そうね、充実してますね。でも多分始まったら始まったで、ね、緊張で多分パニックだけ、みちがいるから、昨日から合流してみちとは結構いるんだけど、そう、みちとの、みちとのなんかやるやつもあるから、ここは2人でできるから、そう、1人じゃないだっけ。みちも早く来てって言ってたから連絡来てた、みなみいつ来るのって。台本覚えるのは大変、でもセラミの方が多分長かったから、セリフ量とかもそれに比べたら全然、入るのは入るけど、そこからどう落とし込むかっていうのは大変だけど、覚えることは別に大丈夫かな。私マスカラとかアイライン黒使わないからさ、黒使ったらこんなに顔がパキッとするんだって、場所に応じて変えてもありだなってめっちゃ見る。茶色なんですよね、いつもマスカラもアイラインも全然変わる。すごいフラワーショーずっとフラワーショーはすごい、すごい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 、本当に本当に降り注いでいる、本当に本当に降り注いでいる、すごい。もう眉毛も自分でやってないからいつもと違うと思う。眉毛綺麗止められたメイクさんに、メイク眉毛、え、自分、あのそういう眉毛サロンみたいに行ってるのって言われて、自分ですかって言われたから自分ですって言って、
綺麗って言われた。そろそろ終わらなきゃ。大人の方の声が、大人の方が、大人の方が現場に到着してる。もうちょっとで15分経ちますか。どうせするならなんかちゃんとやったってカウントされたいじゃん。あ、動いた動いた。動かなく、電波が本当に良くないんですよ。電波が本当に良くない。何もしてないけど止まっちゃった。それでは誕生日たいと思います。リアルタイムランキングなのでその間コメント見ないです。いきます。ダメだ。はいはい、あ、ちょっと待ってください。再び、壇上読もうとしたら固まるんですよ。なのでちょっと携帯で壇上を見せていただいてよろしいでございましょうか。すいません、切れちゃいました。私の声が。いきます。バイク。それでは壇上見たいと思います。リアルタイムランキング、ライブランキング読むのでその間コメント読めないです。いきます。13位、テリーピーさん、パチ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 。12位、りょうにゃんさん、パチ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 。11位、渡辺さん、パチ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 。わち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 。9位、ピアニッシモさん、パチ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 。8位、ホークス。バイクの音とともにお届けしています。6位、タナさん、パチ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 。5位、つばささん、パチパチパチ。原宿さんでした。撮影頑張れ、ありがとう。目の前でマネージャーさんも拍手しててお可愛い。初壇上です、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。もう15分経ってるか分かんないけど、そろそろ絶対終わった方がいいっていうのを空気で感じるので。でもなんか結構ザワザワしてません？だから、え、飛んだね、壇上読んでる時に飛んでたって言われた。一気に終わってた。どこから聞こえてないですか。私読んでたのよ、ちゃんと。12位から1に飛んだ、わけわかんない。じゃあ13位超えたね。13位、テリーピーさん、パチパチパチ。12位、りょうにゃさん、パチ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 。11位、渡辺さん、パチ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 。10位、ウェブロックさん、パチ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 。9位、ピアニッシモさん、パチ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 。8位、ホークさん、パチ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 。7位、キムコさん、パチ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 。6位、タナさん、パチ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 。5位、ツバサさん、パチ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 。4位、ポムさん、撮影頑張りみちゃん、頑張る。待ち待ち、あー、バイカ。3位、パンダムさん、パチ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 。2位、監督さん、パチ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 。そして1位は、ズレズレデン、ハルジーコさん、撮影頑張れ、頑張ります。聞こえた。1位まで聞こえましたか。っていう風に、あの電波にも苛まれてるので配信ができないって、そういうことではありますね。それでは、15分経ってるのか全然わかんないけど、もう一回切っちゃったから、この15分経ちましたみたいな流れなくて。わかんないけど終わりたいと思います。私がどこどこしたここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ。あ、かぶった、めっちゃかぶった。見つけた、見つけた。
ありがとうございます。兵庫県出身みこと一緒のみなみでした。それでは頑張っていきます。朝だけどゲリラだったけど平日のこんな時間だけど見てくれてありがとう。バイバーイ。あっ。